ででん、やっていきましょう。妖怪ウォッチ3ですね。どうも三浦です。はい、今日何をするのかというと、ドリームガシャを回して、その後にですね、またあれやっていこうかな。ゾンビナイトだったっけ、名前が覚えられないっていう。もうどんだけ妖怪ウォッチ3やってんだが。いきますよ。さ、30回、何回、俺30に見えるんだけど。30回に刺さってるように見えるけど、ああ確かに 4回に刺さってるわこれ。じゃあ回すか。あ、その前にちょっと忘れてた、最近更新があったんで、メダルを受け取ることはできるんだよね。受け取ってこよう。お、5つ星コイン。じゃあ回していきますか。多分一番いいコインが5つ星コイン1枚なんで、これ最後にちょっと回そうね。ロボニャン、F 型もマイティドッグもまだ持ってない。じゃあ一番最初はこの古びたコイン、これをちょっと回していこう。大当たりがね、出たことがないんだよな。うわー、中当たりも少ない。いけー。あー、止まってくれー。お、あ、でも中当たり来た。中当たり何だったっけ。お、術の超秘伝書。あ、いいね、秘伝書当たるんだ。あ、中当たり結構いいね。じゃあ2回目いこう。よし、大当たり、中当たりでもいい。あー、やべー、白やだやだー。銀のこけしを手に入れた。じゃあ次は古びたコイン、これ最後だね。最後回、あ、いつ、これもあったな、一つ星コイン。あ、これ回してみよっか。これはそこそこ当たるんだったっけ。あ、中当たりが結構ある感じだね。いけ。大当たりは厳しいかこれ。あー、残念。あ、それでも術の超秘伝書が当たる、いいね。じゃあ最後にこれか。ガシャドクロはね、ゲットしたんだけど、でもね、コンにしてしまったから、あ、でもガシャドクロでもいいな。さあ行け。5つ星コインね、大当たりが多いんだよね。あ、止まって止まって、あー、マジカルベル、まあまあかな。ああ、終わっちゃった。よし、そしたら残りの時間はですね、ちょっと圭太君の家に戻ってあれをやろう、ゾンビナイト。はい、じゃあやっていきましょうか。僕ね、まだランク C やってる途中なんだよね。あ、でもあと2つか、ランク C。次はいよいよランク B だね。まあランク B 今からでもできるんだけど、ちょっと難しいと思うので、どうしようかな。一つ星コインのかけら、そんな欲しくないな。釘バットいくか。いいぞ。よし、じゃあ行こう。あのゾンビミミズクってやつ、ゾンビミミズ言いづら言いづら。ちょっとね、戦ったことがないんで、どんな感じのやつなのかね、よくわかんないんだけど。よし、最初の方はあれだね、ゾンビしかいないんだね。あ、やべえ、やっちまったゾンビじゃなかった逃げよう。あ、上だ。これは結構余裕で入れるかな。
起きた来たよ。お、いきなりこんな感じになってんの。ちょっと出よう出よう。いたね、ゾンビミミズクだったっけ。どんな感じの妖怪なんだこいつは。あ、なんで見つかったんだ今。ちょ、アイテムいっぱいだな。これなんだ。ハンマーのレベルを上げるか。おお、どこもかしこもちょっとゾンビいるな。いいぞ。ちょっと左は身代わり人形っていうの分かったけど、右のアイテムちょっと気になるね。何これ。あ、これはちょっと取っていかないといけないパターンだ。そしたらこれをちょっと残念だけど捨てるしかないのか、もしかして。これをどうやって捨てんだ。ちょっと待ってよ、一旦出るか。よし、戻ってきた。で、これでよし、 OK、 閉じる、ゲット。身代わり人形を拾ったね。ちょっと身代わり人形を持ってるけど、ここら辺にいるやつらちょっとやっつけていかないとダメなんじゃないかな、これは。あ、大丈夫か。あ、見つかるな。ゾンビミミズクと何がいるんだ。ジバニャンゾンビか。あ、これでいける。よし、クリアした。脱出。あ、そんなに難しくなかったな。釘バットって何使うんだっけ。合成アイテムじゃないよね。なんだっけな、普通の装備品だったっけ。あ、早い。なんかじゃあもう一回やっていこうかな。もう一回やっていこう。じゃあ次はこのランク C のやつ、これをやっておしまいにするか。一つ星コインのかけらがゲットできるらしいけどね、うん、どうせだったら1枚丸々欲しかったけど。あー、やばい。ゾンビは余裕、ゾンビは余裕だけど、こいつはなんだ、ゾンビか。で、目の前にいるのはジバニャンかな。次の目的地は教会か。すげえ教会の周りゾンビだらけなんだけど。あ、あ、なんでそれで見つかんの。やばい。ちょっと一旦逃げる。どこ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 。やべえ、もう死にそうじゃん。もうゾンビミミズクなんかちょっと厄介だな。あれか、近づいただけでも見つかっちゃうのかな、もしかして。走っちゃいけないとかそういうことかな。よし、ちょっとかわしてかわして。うん、ここちょっと厄介。ジバニャンゾンビ、ジバゾンビニャンか。お、なんか入った。いいぞ。回復アイテムあるね。振り向くなよ。振り振り、見つかっちゃった。いいぞ。走らなければ見つかんないかな。あ、見つかんじゃん。どういうことだよこれ。
ちょっと攻略サイトで調べてみたんですけど、音で気づかれてしまうらしい。で、なんかのブーツがあれば気づかれることはないんだけど、そのブーツ持ってないからな。やっつけるか、逃げ回るか。ちょっと待て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 、厳しい厳しいな。どうしようかな。これちょっとランク C 無理だから、ちょっとランク B、 あえてランク B 行くか。そしたらいよいよランク B。 ランク C はねちょっと放棄。紫コイン、術の超秘伝書、超経験値玉、何が欲しいかな。カイマの元、あ、こっちはもう A ランクだ。術の超秘伝書、これ行こう。目的地はチキントイトイという場所なんだけど、あそこか。おもちゃ屋さんなんてあったんだね。ん、なんかゾンビがやたらいるけど、こっち向かってくる。やべえ、見つかった。ちょ、やばいのいた、やばいのがいた。生ハゲか、めっちゃ強いじゃんあいつ。よく死ぬな。生ハゲに気づかれちゃダメだな。そして人面犬のゾンビバージョンのやつがいるんだけど、あいつはちょっと匂いに気づかれるらしいから、あーちょっと迂回した方が良さそうだな。こっから正面突破は無理だ。とりあえずこっちから行こっか。こっちから回り込んでいって、そうだね、こっちの方が安全だな。この先にいるゾンビがちょっと気に入って、ジミーだか。いいぞ。ああ、ジミーがもう出てくるんだね。中入ろう。どこだ？ここか。いいぞ。お、一体しかいないけど、なんだこれ。簡単なんだけど、さっきのランク C よりも。なんか変なレーダー拾ったね。脱出。やったね。術の超秘伝書。これなぜかよくわかんないけど、なかなかゲットできないからね。嬉しいな。いやー、まだ先は遠いな。これでようやくランク B か。まだランク C を一つ残してあるけどね。あのゾンビミミズクのちょっと回避の仕方がわかんないんで、ちょランク C はずっと取っておこうかな。なんかのブーツがあるとゾンビミミズクに気づかれることなく進むことはできるみたいなんだけどね。行きますよ。はい、ということで、まあ今回はここでおしまいにしたいなと思います。